折北先輩、グループが決まったら一つ勝負をしませんか？俺はあくまで元生徒会長と現生徒会長の戦いを希望しているだけっすよ。あなたを超えることができたかどうか試したいんすよ。何をもって勝負とするつもりだ？どちらのグループがより高い平均点を取れるか。シンプルでしょ？なるほど。ただし他の生徒を巻き込むな。それでいいっすよ。負けてもペナルティーはなしです。兄さんがあんな勝負を受けるなんて。現生徒会長南雲みやび、よほど自信があるようだ。あんたが俺に接触してくるなんてな。なぜ呼び出したかわかるか？南雲の件だろ。そうだ、お前には貸しがあったはずだ。取り決め通り南雲に対抗してもらう。俺は上級生に関する情報を。情報提供者を紹介しよう。副会長に就任した桐山郁人だ。表面上は南雲に従っているが俺の協力者だ。ところであんたと南雲の勝負の方は？このまま行けば問題はない。負けるかもな。堀北学は。